俳優の三浦春馬さんの訃報を受け、18日午後5時30分から YouTube で予定していた映画コンフィデンスマン JP プリンセス編23日公開のキャスト、スタッフによる特別番組27時間ぐらいテレビの生配信が急遽中止となった。コンフィデンスマン JP は18年4月期に連ドラ、富士系放送され、昨年5月に劇場版第1弾ロマンス編が公開され、興行収入29億7000万円を記録。三浦さんは長澤まさみ、33、演じる主人公の天才詐欺師、ダーシと過去に恋仲にあったジェシー役として出演していた。第1弾はこの日午後9時から同局系で地上波初放送される。第2弾は当初5月1日の公開を予定していたが、コロナ禍で今月23日の公開となった。